それでは午後のセッションを開始いたします。午前に引き続き事務局の吹き沢が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。セッションのタイトルは「ウクライナでの協力」です。本セッションでは4名の方にご登壇いただき、JICA のこれまでのウクライナでの協力、ロシア侵略後の支援や、瓦礫処理や環境修復管理についてご発表いただきます。 最初に JICA 中東欧州部ウクライナ支援室室長小早川徹様にご発表いただいた後 JICA 地球環境部環境管理気候変動対策グループ第二チーム課長木村由美様ウクライナ地域社会領土インフラ開発省主任専門家のコストロフ・イリア様そして福島大学環境放射能研究所 所長南波賢治様の順でご発表いただきます四名のご発表の後全体を通じての質疑応答の時間を設けておりますので質問がある方は随時ズームのチャット欄に書き込みをお願いいたしますその際簡単にご所属とお名前も書き入れてください会場の方は質問を紙に書いて手を挙げていただければ事務局が受け取りに参りますそれでは 小林川様ご登壇お願いいたします。あ、皆様、えー、こんにちは、えー。ジャイカウクライナ支援団の小林と申します。本日あのお越しいただきましてありがとうございます。ウクライナのあのからいらっしゃった皆様あの日本へようこそあいらっしゃいました。えー、今日はですねあのまず私の方から、えー、ジャイカのウクライナに対する支援。 概要ですね。簡単にごせ、ご紹介したいと思います。私、あの、小早川徹といいまして、ウクライナ支援室の室長しております。はい。で、えっと、まず、あの、ウクライナの、まあ、被害の状況の数字、これがあの。世銀とですね。まあ、ウクライナ政府と。 EU でですすねえと国連で推計したものだと思いますこれが1年前の数字ですのであのもうそこからさらにまたあの被害は増えているということは明らかなんですけれどもえちょうど昨年の3月の時点ですねの被害状況の推計値になっておりますで3つ数字がございまして一番左側がダメージですね被害額で真ん中の4110億ドルというのが 復復旧復興に必要な資金とこれはあのよく言われますビルドバックベターというまあ,あ,のえまあその被害の前よりもさらにいい状態にして EU への加盟というのを実現していくっていうそこが目標になってますのでやはりその被害額よりも大きな金額が必要になってくるという推計になっております。そのうち、えー 2023年、もう終わりましたけれども、昨年1年だけでその必要だった金額というのが140億ドルということで、これも非常に大きな数値になっております。これはあのまた別途、そのどナコミュニティでで、実際にどれぐらいその支援が集まったのかというあの推計をしておりましたけれども、やはりまああの半分前後という状況でございました、ああ引き続き、ウクライナの支援というのは必要になってきているということが分かると思います。今ちょうどこの DNA の3という3ですね。これを今政府の方でまとめていると伺ってますので、まあ近日中にですね、あのアップデートされたものが出てくるというふうに承知しております。あ、ごめんなさい。これもこれ。はい、で、ジャイカのあのウクライナ支援ですけれども、大きくですね、3つの柱をセット設定しております。一つ目がウクライナのまあ政府機能ですね。これを、えー、継続することを支援すると。 いうものでございまして、端的に申し上げますと、これはあの財政支援ということになりますま。ウクライナは非常にこうえまあ戦争を継続するところでお金もかかってきますし、政府機能をえしっかりあの維持していくというためには、その財政の支援が必要というのが1つ目でございます。で、2つ目がえまあディスプレイス・いう国です。まあウクライナ避難民の方々ですね、国内でも、 避難されている方いらっしゃいますし、ウクライナの国外に出ている方々も、数百万人オーダーでいらっしゃいますので、まあ、こういう方々をしっかり支援していくというのが2つ目でございます。で、3つ目があのウクライナの国内の復旧、復興を支援していくという、まああの、一番大きな柱になるものでございます。で、あの1つ目の,その、まあ、国の機能を継続するというところですけれども、 あのこちらは私どもの方で、えー、6億ドルの財政支援というのをです、ね、円借款、えー、コンセッショナルローンを通じて、えー、実施いたしました、えー。昨年の5月から6月にかけて、えー、ディスバースを完了しております。で、えー、と2つ目の柱でございますけれども、おまあ、モルドバという国があの支援の中心、対象の中心になってきますであのモルドバも、まあ、非常に多くの,そのウクライナ、 避難民の方を受け入れていますし、えーまあ、あの所得水準もです、ね、ウクライナとほぼ変わらない、まあ、4000ドル台半ばと、国民 GNI ですね、えー、GNI、ねえー、が4000ドル台半ばですので、まあ、ほぼ同じ水準ということで。あのーまあ モルドバの,その提供しているその医療サービスですね、これをまああの近代化するということで、引き続きそのウクライナの避難民を含むその方々に、モルドバ政府の,そのまあ質の高いあの医療サービスが提供されるということをまあ重視して、支援をしているというのが。 あすいま二の 2, 2ですね、で2の1はあの、えー、モルドバに対しても財政支援を実施しましたということでございます、こちらは1億ドルということで、えー、昨年ですね、2023年の7月にディスバースを、あ10月にディスバースをしております。 医療サービスとあとは財政支援というのがモルドバへの支援となります。でえっと、こちら、ポーランドですね、ポーランドともまあ一緒になって、ですねウクライナの避難民、あるいはウクライナに対する支援を実施するということで、取り組んできております。あの下のののの左側の写真ががでですすねね地雷対策です、ね、この持っているのがあの 地雷探知機なんですけれども日本製の探知機でございましてこちらを使ったその研修というのをです、ね、ポーランドで実施をいたしました。であのこののの茶色の服を着ている方々あのカンボジアの 地雷対策機関の方々でこの方々も日本とですね長年一緒になって地雷対策の支援をしてきたので非常にこう、まあ、ノウハウがたまっているんですねで、まあ、日本はもう国内地雷ないんですけどカンボジアはまだ地雷処理をしておりまして内戦の影響で、まあ、あの残っているということでございますので、まあ、あのポーランドとウクライナと日本とカンボジアの4社で、まあ、経験を 共共有有ししてて技術も共有して検証をやったといいう事例でございますで、えっと、その下の右側はですね、こちらあの、ポーランドのワルシャワにございます、ポーランド、えー、日本情報工科大学という、まあ、情報通信系の大学がございまして、あのこちらの大学も JICA、ね、がその設立当初、90年代なんですがあの、支援をした大学でございまして、えー、まあ、あの、 情報通信の技術があるということで、ウクライナの、えー、ワルシャワにおける避難民の方々です、ね、に対するその IT 研修、えー、これを実施したということでございます。まあ、あのおやはりこう避難民の方々もその、えー、就職する必要がございますし、そのためには、まあ、IT スキルがあったほ、ねえー、まが、あ、そこの就職のチャンスが広がりやすいと。 いうことで、えー、一緒に研修まあほ,ほぼですね八割方やはりその女性が多くてですね、えー、まあ女性の方々のスキルアップに貢献するというものをポーランドと一緒に実施してきているという事例でございます。はいで、えっとお日本国内にもですねあのうウクライナの 避難民の方々もちろんいらっしゃいます、2000人強いらっしゃると承知しておりますけれども、えーまあ、あの日本の自治体ですね、横浜ですとか大阪、神戸、京都、まあ、こういったところがですねウクライナの都市と、まあ、姉妹都市関係、あるいは連携協定というのを結んでおりまして、えーまあ、積極的にそのウクライナの日本の避難民を受け入れておられることに加えて、ですねウクライナに対する支援というのも、 積極的にあの実施をされてきているとでまあこういうその自治体同士のですね、えー、まあ連携関係という協力関係というのを、えー、まあ私の JICA としても側面を支援をするということで取り組んでおりますまああの下の写真はあの柔道のあの、えー、研修ですねまあ小出市横浜市の姉妹都市である小出市からその、えー、青年たちがですね柔道を 学びに日本に来たということであのまあそういう文化的な交流ではあるんですけれどもえジャイカもですねえまあ宿泊場所を提供したりしてご支援をしてきているという事例でございますでこれがあの3つ目の柱でございましてえまあ一番その大きな4つの重点分野ということになりますで1つ目の重点分野がですねえまあウクライナの,その復旧に向けたえまあ基礎 作るというものでございます。で、まあやはりその地雷 あるいは不発弾がたくさん埋まってますので、こういうものをですね取り除いていくということが大事になりますし、皆様、今回、研修でいらっしゃっている方々、と今後取り組んでいかれると思うんですが、がれきの処理ということですね、それと、がれきを処理するだけではなくて、効率的に再利用していくということも大事になると思うんですけれども、こういう分野、これが2つ目、この2つはしっかりできてこそですね、復旧、復興に スムーズな復旧・復興につながっていくということで、一番目に掲げている分野となります。で、二つ目がですね、えーまああのまあ、生活環境の改善ということになりますけれども、さまざ、あ、まなその公的サービスですね、えー、エネルギー、電力ですとか、えー、運輸、交通ですね、えー、上下水、えー、あとお医療、教育、まあ、こういう分野で、えーまあ、その、 戦時ではありますけれども、なるべくそのサービスを復旧できるような形の支援を実施するということに取り組んできております。まああのエネルギーですと電力施設がまあ攻撃の対象になったりしますので、えー、まあ。 あの、ウクライナのその電力会社ですね。に対して、その復旧用の資機材を供与したりしております。あと、うんこです。とまあ道路の不修復です。とか、えー、今日ですかね。あの日経新聞に載っておりました。けれどもあのレールですね。鉄道のレール、えー、これを。 まあ復旧のものを提供するというようなことを取り組んでおります。あと水ですと浄水器ですね。まあ特に冬季まあ水不足になったりしますので浄水器を供与したりしております。であの医療は病院の医療機材ですね。M R I ですとかそういう医療機材の供与。で教育はですねあの教育省が えー、デジタル遠隔施設を、ですね、えー、デジタルラーニングセンターというものを、まあ、あのウクライナの国内200カ所ぐらいこう、えー、設置をするという予定にあのしておりまして、まあ、そこに対する PC ですとか、遠隔用、教育用の機材ですね、そういうものを共有してきております。はい、で3つ目の柱があの、まあ、産業の復旧というところでございます、まあ、輸出の回復と。 いうところまあ,あのウクライナがその自らです、ねえー、経済を回していくというところこれをいかに支援していくかという分野でございまして、えーまあ、やはりその農業ここは非常に重要な産業になってくるなということで、えー、まあ この柱の中にですね、含めて支援をしておりますし、あの企業家の支援ということで、えー、ウクライナの若い起業家をですね、えー、サポートするということでございます。まあ、この3つ目の柱はあのー、今度2月19日にですね、日本ウクライナ経済復興推進会議と。 いうものがあの日本政府、ウクライナ政府の両国間で開催予定ですけれども、やはりまあこの企業の活力をいかにその復帰・復興に振り向けていくかというところが重視されておりますので、えーまあ、あの私どもも、ねえー、ODA の実施機関として、まあ、この分野にしっかり貢献していきたいというふうに考えております。で4つ目の分野が、民主主義と、あとまあガバナンスの強化ということで、 まああのー、パブリックブロードカイスまあ公共放送ですね、えーまあ、非常にこうウクライナ、あのーえー、汚職であったりとか、あのーまあ、そういう問題があるというふうに あのまあ、指摘されることもあるんですけれども、えー、やはりまあメディアがです、ね、しっかりあの独立性を持って、えー、そういうところをチェックアンドバランスで,です、ねえーえー、見ていくということが大事であろうということで、まあ、公共放送と、まあ、しっかり、えー、パートナーを組んで,です、ね、放送の透明性、独立性、そういうものを確保していくという協力をしています。今はあの政治中でですの,であの おやはりこうキーウの放送局の、えー、に加えてです、ねえーまあ、何かあったときに支、えー、局の機能が重要になるという、まあ、日本で言えば大阪と東京、まあ、東京の次に大阪という、まあ、重要な支局があるんですけれども、まあ、そういうものをです、ね、ウクライナにも取り入れて何かキーウであったときに、えーまあ、放送を継続できるような、まあ、そういう体制強化というのに取り組んでおります。 で最後はまああの金融セクターの改善ということでこれはまあ戦争の前からあの不良債権ですね銀行の不良債権なんか問題になっておりますのであの引き続きですね金融セクターの改革というところには貢献していきたいというふうに考えておりますはいえそれでまああの金額の方はですねまああの日本政府全体で76億ドルというあのまあさまざまなそのえまあ ウクライナのその債務の借り入れに保証をつけるとかですね、いろいろまああのコミで76億ドルという数字がコミットされておりますけれども、そのうち日本はですね、まああのここにお示ししている数字はグラント正式金ですけれども、無償資金協力で、えー、まあ,あ、えー、はいえっ、ー、と金額ですね。えー えー、5億ドルですね、5.7億ドルの、えー、資金をコミットしていると、先ほどの,あの円借款と合わせて、まあ、大体あの12億ドル程度という数字になりますけれども、これがこれまでのところ、ですねコミットをした、まあ、JICA を通じた支援の金額ということになります。はい、であのここから、まあ、あのいくつかその事例をですねあの簡単にご紹介できればと思いますけれども、えーまあ、最初にその、 おお、二千二十二年の二月に侵攻侵略があってからですね。えー、我々もその先ほどの世銀のあの調査に先駆けてあのニーズアセスメントを行いました。まああのリモートでですね。えー、まあ映像映画図なんかを通じた、えー、まあ評価をしたということでございます。であの二千二十年の冬ですね。えー、まあ あのウィンターライゼーションアシスタンス、まあ、越冬支援ということで、まああの、ロシアがその年の10月ぐらいに、えー、電力設備を中心にです、ね、攻撃を集中させましたので、まあ、非常にこう電力供給が危ぶまれたという状況がございまして、まあ、そこで各国、日本を含めてです、ね、発電機の供与というのを実施しました。まあ、ジャイカも、えー、ブチャ市ですとか、えー いくつかの自治体にですね、えー、とあとまあエネルギー関連施設ですねに対する発電機の供与を行いました。であと、まあ、あの先ほど簡単にご紹介しましたけれども、その人道的な地雷対策ということで、えーまあ、こちらはそのエイリスと呼んでおりますが、まあ、日本製の,あの 地雷探知機ですねこれが、まあ、あの単なる地雷探知機にこのレーダーの機能を組み合わせてますので、まあ、非常に効率的にですね地雷を探し出せるというものでございます。であとまあウクライナは非常に広大なあの国土ですのでこう一つ一つですねチェックするというよりも、まあ、ちょっとあの下の右下のにあに部分的に映っておりますが、まあ、重機を改造したですね地雷処理機ですね。こういういものを え使ってまあ効率的にその地雷を処理していく必要があるということで、こちらもその今ですね、目下日本の工場で製造中でございまして、今年の夏頃にはお届けできるのではないかというふうに考えております。こちらがあのがれき処理のプロジェクトでございますま。ああ日本のの経験とということであの、まあ 震災からの復旧、復興のノウハウですねこういうものをまあ早くからあのウクライナの自治体の皆様と共有してきております、であのこれから、ですね後でまあ詳しくご紹介あるかもしれないですけれども、パイロットプロジェクトをウクライナで実施するというためにです、ね、重機の供与というのを進めてきております。 はい、でその下が、まあ、あの公共放送ですね、えー、この方々も、えー、日本にあのたくさん、何回もいらっしゃっていただいてあの、日本の知見を日本で共有するというようなことを実施してきております。 はい、で農業ですけれども、えー、農業もですね、出資の,の供与ですとか、えー、あと、招へいで、右側の写真はあの東北地方に行っていただいた、えー、場面ですけれども、えー、やはりその、ウクライナで土壌の汚染があの非常に大きな問題になっておりまして、えーまあ、地雷、不発弾、まあ、こういうもので、 その科学的な汚染がですね広がっているということで、の私の支援の中で、土壌の,あの検,知検査機器も共有しておりますし、東北でその津波で,ですねあの傷んだその農地をいかに回復したかというようなところ、そこの共有もいたしました。で、ああウクライナの,そのそうですね農業の支援のためにさまざまなその研究機関とに対する支援と。 いうのを実施してきてきおります特に、まあ、あの非常に広大な土地なのであの日本の農家とあの重なる部分というのはあのなくあん,まりあんまり大きくないなという印象を持ちなあのがちなんですけれども、まあ、まだやはりウクライナの中にもです、ね、あの小規模な家族系の零細農家がございますので、えーまあ、日本の農業のノウハウなんかをです、ねえー、共有していく余地があるというふうに考えております。 はい、でこれはあの皆様と同じようにです、ね、あのウクライナの皆様と同じように、日本に来ていただいた事例ですね、さまざ、あ、まな機会を利用して、日本に来ていただいて、まあ、特にその戦後の復興、あるとまあ震災、自然災害からの復旧、復興というところの知見を共有させていただいております。はいまあ、特に写写真真はあの広島のあの原爆公園の写真なんかですけど、まあ あのどういう形で,です、ねえー、復旧、復興につなげていったのか、特にまあその、えー、資金をです、ね、いかに捻、えーまあ、出していったのか、これは非常に長い期間かかりますけれども、あのやはり公的な資金だけでは十分ではなくてあの、企業の活力ですね、経済の活性化というところが、えー、最終的には非常に大きな役割を果たしたというようなご紹介をいただいたりしておりました、まあ、あのこういうようなです、ね、機会をたくさん設けて、これからも設けていければと考えております。 はい、これは企、まあ、業化支援ということで、えー、若いあのスタートアップの企業の皆様です、ねえー、に対する、えーまあ、あのプレゼンテーションの機会、あるいは、まあ、そのプレゼンテーションの方法ですとか、さまざまなその企業活動に必要な、えー、トレーニングですね、こういうものを提供したりしてきております。 企業の方ですね、ちょっとお時間のほうがあれですけれどもあの、えー、企業の活力をいかにその我々としてです、ね、復旧、復興に振り向けていくかというのは、非常にあの大事なテーマとなっております、であのまあ、ポンチですけれども、これ、左側はです、ね、あの日本の企業をいかにそのウクライナに関心を持ってもらって、投資とかです、ねえー、あるいはまあ製造技術の移転というようなところにつなげていけるかという話。 右側、はそのウクライナ国内のまあスタートアップや中小企業を含めた企業、これをいかにこう活性化させていけるかという視点となっておりまして、このやはり両方ですね、取り組んでいく必要がありますし、それぞれがその相乗効果を持って、ですねうまく回っていけば理想的だなというふうに考えておりますまあこういうあのところをですね意識しながらあの取り組んでいきたいと考えております。月の日日から17日までですね あのその2月19日の復興会議に向けたプレイ,イベントというのを私どものであで計画しておりますので、えーまあ、あの今回、ですねあのご参加の皆様でご関心あれば、えー、ぜひ登録をしていただければ幸いでございます。まあ、あのウクライナのスタートアップを呼んで、えーまあ、ピッチイベントをしたりですとか、あとまあ政府の関係の機関の方に、ですねウクライナのニーズですとか、まあ、政策ですね、こういうものを紹介していただくと。 いうセッションを設ける予定でございます。はい、えっとこれであの私のプレゼンテーションは終わりになります。えー、まああのちょっとこう広島の写真とあのウクライナの今の写真を対比したりしておりますけども、やはりこう、えー、教育ですね、あの人をこう育成していくっていうのは非常にあの大事かなということで、まあ左側の写真は非常に有名なあの、えー、広島の 青空教室の写真ですけれども、まあ、ウクライナの子どもたちも今、まあ、遠隔であの勉強している方々もいらっしゃると思いますので、まあ、あのしっかり日本の経験をです、ね、つないでいけるような、そういう支援をしていきたいなというふうに思いますはい私がはい。小早川様、ありがとうございました。 続きまして木村様ご登壇をお願いいたします、はい、JCCI 国際セミナーにご参加の皆様こんにちはジャイカ地球環境部環境管理 気候,変気候変動対策グループの木村です私からは、JICA がウクライナで実施しています復旧・復興支援について、廃棄物管理の観点からご紹介したいと思います。は、え、じ、っと、めに本日の国際,テーマ国際セミナーのテーマであります、JICA クリーンイニシアティブについて、手短にご紹介したいと思います。 ジイカグリーンイニシアティブは、途上国の都市部において、廃棄物管理や水質オタク、大気汚染防止等の環境対策を推進することで、健康とすることできれいな街クリーンシティを実現し、健康と生活環境の保全を実現できる持続可能な社会の構築に貢献することを目的としたものです。日本は1970年代の高度経済成長期に、 環境無視を無視した経済開発を優先し非常に深刻な環境上健康上の問題を引き起こしましたこの大きな失敗の結果日本では地方政府地方政府市民企業学術会が協力して環境問題に取り組み社会全体の意識や構造を変化させていきました 日本のこうした経験を伝えることは、途上国において同じような失敗が起こることを防ぎ、環境に配慮しながら持続的に発展することを助けることにつながります。また、途上国を含めて世界全体として環境への配慮を進めることは、感染症のまん延防止や気候変動対策につながるものであり、日本にとっても悲劇するものです。ジャイカクリーンシシテティィイニシアティブでは 途上国の環境問題の解決に向けて2030年までに50カ国5国人の皆さんへの非益を目標に事業を進めています日本は一般廃棄物のみならず再開廃棄物処理に関しても他国に類を見ない豊富な知見を有しています日本は毎年のように 地震や洪水に見舞われる国で災害からの復旧復興の過程で多くの経験を積み重ねてきました今年も1月1日に石川県の能登半島を中心に大きな地震があり早期の復旧に向けて今懸命な活動が進められています j i c はこうした自然災害の対策復興、復興・復旧支援から得られた日本の知見を途上国の廃棄物処理、安全できれいなまちづくりにも生かしています。はい ご覧いただいてますように、地震や火山活動が活発な環太平洋火山帯に位置していまして、二世界で起こっている地震の約1割が日本とその周辺で発生しています。また、日本は地理的、地形的、気象的条件から地震や津波に加えて、台風や大雨等の自然災害が発生しやすい国土となっています。この表は 大規模災害によって発生ししたた災災害害廃棄物のの量を示したものです災害が発生しますと、平時の廃棄物とは正常の異なる膨大な量の災害廃棄物が発生します。2011年の東日本大震災では、地震による大規模の津波によって膨大な量の災害廃棄物が発生しました。その量は3100万トンに上ります。これは 日本全国から1年間にに排出される家庭ごみの約70%に相当します東日本大震災で特に被害の大きかった岩手県では1年間に排出される一般廃棄物の量,の量と比較して約11年分同じく被害の大きかった宮城県では約19年分が発生したと推計されています。 災害が発生しますと、こちらの写真のように、さまざまな種類を含む廃棄物が一度に大量に発生し、交通や生活、ライフラインの復旧を妨げます。災害廃棄物の適正かつ、円滑、迅速な処理は、被災地域の生活環境の保全、公衆衛生の悪,化の悪化の防止に非常に重要です。災害廃棄物の撤去を行うことが、 復旧復興への重要な第一歩となります、はい、これは災害廃棄物処理の大まかな流れを示したものです一番左が被災現場です災害が発生しますと人命救助や支援物資の輸送を行うため必要になる災害廃棄物を道路から優先して撤去する必要があります 被災現場では撤去、一時的な集積運搬等が行われます、はい。そして次に仮置き場です。えっと真ん中になります。仮置き場は災害廃棄物を一定期間分別仮置きをしておく場所です。大型の危険物を危険物を含む災害廃棄物を被災現場で適切に処理を行うことは非常に困難です。 まずは速やかに生活エリアから搬出をして仮置き場に保管することが推奨されています仮置き場で分別や中間処理を適切に行うことで再利用はリサイクル適切な処理が促進されていきますこれは適切に 管理運営されている仮置き場の事例です災害廃棄物は分別・破砕、焼却等の中間処理を経て最終処分または再生利用が行われます分別は円滑かつ迅速な処理を行うためだけでなく減量化そして再生利用の促進のためにも大変重要となります 日本では再生利用が可能な災害廃棄物は極力再生利用をしています。特に被災地域の堤防復旧、海外防災林などの整備事業において、再生資材の活用が積極的に行われています。東日本大震災では、災害廃棄物で82%、津波堆積物で99%の高い再生利用率を達成しました。 また上の写真のように、品目ごとに適切に分別することでリサイクルが促進されます。金属類については、地質資源として売却、木質については、チップ、化し、バイオマス燃料、土木資材等として活用されます。また、コンクリート柄は破材して、再生採石として活用されます。 ここからは JICA がウクライナで実施して実施してていいる支援についてご紹介します JICA はがれき処理の分野において中央省庁とこの地図の中で赤枠で囲いました6つの自治体キーウ、ミコライウオデッサヘルソンドニプロハリキを対象に協力を実施しています。 2022年に始まったロシアの軍事侵攻の被害を受けた地域では、この写真のように多くの建物、住居、施設が破損し、多種多量の瓦礫が発生していますウクライナでは、戦争によって発生した瓦礫を破壊廃棄物と定義しています これらの瓦礫には災害廃棄物と同様有害廃棄物が混入していますまた分別など適切な処理をせずに直接最終処分場に持ち込んだ場合には最終処分場が逼迫するという問題も発生しますウクライナではこれほどの大量の瓦礫が えー、がれきの処理を行った経験が,経験がないことから日本が持っている再開廃棄物対策の知見やノウハウを移転しています、はい、次にジャイカがこれまで実施,実施してきた協力についてご紹介いたします まず、ロシアによる攻撃によって大量に発生したがれきの適正処理を支援するために、2022年6月から、ウクライナの中央政府、また地方の自治体向けに、日本の災害復興の知見、経験を共有する4回シリーズのセミナーをオンラインで開催しました。これには、地方政府と地方自治体の方400名以上の参加を得ました。 また、シームレスな支援を展開するため、JICA のウクライナ緊急復興復旧・復興プロジェクトの一環として、2023年からはがれき処理システムを構築するためのパイロット事業を実施しております。このパイロット事業の内容については、次のスライドで説明をしたいと思います。ウクライナでは国が定めた廃棄物管理 廃棄物管理要領に沿って各自治体にて破壊廃棄物の使用を進めていく必要があります。JIC、JA、がキー州で実施しているパイロット事業では州レベルの処理実行計画の作成仮置き場の設計実施体制構築支援のほか再生資材の復興事業での再生利用に向けて日本の取り組みも紹介しています。 このパイロット事業の実施にあたっては、日本の専門家のほか、民間企業の技術者、ウクライナのリサイクル協会等の協力も得て、日本、ウクライナの混成チームを組んで、ベストミックスでの支援を実施しています。また、ソフト面の支援と並行して、瓦礫処理に必要,な機材必要となる機材を、日本の無償資金協力を通じて整備をしています。 このように、ジャイカではハードとソフトの両面から、ウクライナのがれき処理を支援しています。ジャイカでは、現地でのバイロット事業と並行して、ウクライナの中央政府。並びに地方の自治体で、がれき処理を担当している方々を、日本に招き、研修を実施しています。 本日こちらの会,の会場にもウクライナからいらっしゃっている研修の方々に来ていただいてますが今回の研修では1月24日から約2週間日本に滞在し東京宮城県福島県千葉県を訪問していますこの研修では環境省地方自治体研究者民間企業の方々を講師としてお迎えし 日本における災害廃棄物処理にかかる制度や国と地方自治体の役割災害廃棄物の発生量の推計方法アスベスト等の有害廃棄物対策東日本大震災時の被災地域の取り組み事例災害廃棄物の処理・資源化を行っている民間のリサイクル工場の視察 日本における建設リサイクルの現状と課題等、さまざまな角度,角度から災害廃棄物処理について学んでいただいています。JICA では、これらの協力の成果、すなわち現地で行っていますパイロット事業、そして日本での研修を通じて、ウクライナ側へ移転蓄積されていく、 破壊廃棄物処理に関する計画策定や仮置き場の運営管理、リサイクルのノウハウ等が今後、ウクライナ政府と九州の方々によってウクライナの東南部の地域、そしてウクライナ全国へ水平展開されてウクライナの復興の進展に役立てられることを願っておりますこれは2017年に撮影されました。 ウクライナの街並みです。はい、あの一日も早くウクライナの復旧復興が進んで、このように綺麗で美しい街並みが戻ることをあの切に願っております。以上で私の発表を終わります。ありがとうございました。木村様ありがとうございました。 続きましてコストロフ様よりご発表いただきますどうぞよろしくお願いいたします 同僚の皆様コロフィリアと申します私は私どもウクライナにおけますインフラ開発省のチーフスペシャリストですロシアによる攻撃を受けていますが2022年の2月から本格的な攻撃が始まっています大きなミサイル 様々な武器による攻撃が毎日のように住宅保育園学校重要インフラの破壊が進んでおりますまた完全に破壊されたコミュニティもあります私がここにいる間も今この瞬間もロシアによって厳しいミサイル攻撃にさらされています始める前にまず少し どういった破壊が行われているのかお見せしたいと思いますもう数日で、ね、これだけの被害が起こっていますごく一部です住宅ビルが大きく損壊し実際に砲撃が起こった時も人が中にいました残念ながら こういったブロック侵攻によって、ウクライナはこのような大きな破壊を毎日のように経験しています。プレゼンの中ではリンクをご紹介します。これで動画を見ることができます。どんな破壊がウクライナで今起こっているのか、このリンクをクリックしていただければ動画をご覧いただくことができます。まず最初に。 こういった建物の廃棄廃棄物と。破壊廃棄物と酸化廃棄物の違いを見ていきたいと思います。違いはほとんどありません。けれども。まず、廃棄物の発生をコントロールすることはできません。ほとんどの廃棄物は混合されていて、これによって廃棄物管理のプロセスが複雑になります。また、短期間で短期間で大量の廃棄物が発生してます。 ままた、有害廃棄物がが入っている可能性がありす。す。これは全部共通点ですただ違いはその廃棄物の中身コンクリートそしてレンガ木プラスチックガラス金属こういったものがウクライナの破壊廃棄物には多いわけですけれどもしかしその破壊廃棄物は爆発物などによって例えば地雷とか砲撃などによって汚染されている可能性があります。 ですのでこの破壊廃棄物と災害廃棄物の,この処理の仕方は非常に似ているそういった意味で日本の経験というのはウクライナにとってとても有効だと考えております。こちらのスライドでご紹介したいのはがれき災害廃棄物また破壊廃棄物の管理を立法してきたウクライナと日本の経験についてです。 日本の経験は特にこの災害廃棄物の管理においてはウクライナに比べて20年以上も長くなっています儀的なグローバルな経験日本の経験を含めてウクライナはこの廃棄物の管理においてそれを実施する期限というのは非常に短いと考えています。 時間が足りないということですでは現在のウクライナのがれき管理の分野についてご紹介しますこれもやはり戦争の破壊によるハリコフの破壊状況廃棄物ですまず最初にご紹介したいのは注目していただきたい数字ですウクライナの破壊の規模です 2024年の2月の初めの段階で28万棟以上の建物建築物集合住宅やアパートを含んで被害を受けていますまた修復は不可能と考えられている建物は10万棟以上そして仮置き場に今貯蔵されているがれきの量は60万トン以上となっています。 とはいえ数百万トンの廃棄物がまだこの数字の中に入っていない把握されていないわけです。現在ロシアで私たちがこの経験をする中広範囲にわたる破壊、まあ、軍事活動がまだ続いていますのでこの破壊規模を評価するのは困難です。 戦争の影響を受けた地域の瓦礫の管理は非常に困難です。またそのコミュニティにおける熟練労働者が不足しています。ですのでその破壊の余波に対して地域は限られた人材リソースしかありません。頻繁的に言ってこの瓦礫の中には環境や人の健康に有害な物質も含まれています。だからこそ今。 この経験の共有を必要としていますその結果、日本で研修を受け、そして幅広い問題や課題を特定していきます。そういったこの破壊廃棄物の管理のプロセスを明らかにするために、ブライナー内閣は決議を通しました。その中で 廃棄物管理の手順を確立しています、えー、ビルあるいは建物が軍事行動によって破壊を受けたまあテロ行為妨害行為その結果によって破壊,破壊を受けたビルの廃棄物の処理手順を2022年9月27日に確立しました。そのの決議の名前が 瓦礫管理決議と呼んでいます短くしてこういう名前をつけていますが目的はこういった廃棄物が環境や人の健康に与える影響を緩和して同時にこの破壊廃棄物を建設用にリサイクル再利用することです。ここのののスライドにありますのがこれはその 内閣決議案の中の中定義ではこの決議で何を定義しているのかですけれどもがれき管理に対する規制としてはまずそういった廃棄物を特定すること追跡するシステムが必要であることそしてその期限や内容物 危険物質の存在に基づいてデブリを分類できることそして破壊廃棄物瓦礫の処理のガイドラインそして瓦礫管理に関する消耗自体の手順そして大量の瓦礫を一時的に保管するための手配それからリサイクルの基本原則えこれは建材としてリサイクルするという基本原則となっていますそれが決議案の内容となっています リサイクルについてはいわゆる一時そして二次的な素材というのを分別しましたそして廃棄物のコンポーネントのリストとそしてそれらが例えば 業界、あの建設業界そして建材業界などで活用できないかリストを作りました。例えばあの構造物とかあるいはドアとかあるいは窓枠とかあるいは電力線などです。で素材としてはコンクリートレンガプラスチック木材ガラスそして金属などです。そしてこれが一時的なものです。そして二次的なあの廃棄物というのはあの。 例えば損壊を受けたあるいは解体中のいろいろな建造物の中あるいは周辺で見つかったようなもの例えばいろんいろな機器とか個人のいろいろな家財道具ですとかあるいは家電そして家具などが含まれています。これににつきましてはこのという決議に ですすかに基づいてて設定をしていますそしていろいろな技術的な措置そして例えばあの廃棄物の検知そして記録それから破壊廃棄物の管理そして一時的な保管場所での管理そして利用そして資源化といったプロセスを作っています。でまずウクライナでは まず自治政府それから主管機関というのが任命されそちらでこのプロセスを管理することになりますでこれがその制度です決議に基づいたものですでこの廃棄物の処理の方法それからそのプロセスの運用の仕方というものをこちらで決めていますこれはとてもシンプルな あのプロセススです次のスライドに行きますまた、まあ、一時的な保管場所の立地の決定というのはキエフその他の自治体が決めていきます。で一時的なそういった保管場所を立地する場合には特別なあのローカルなレベルでの決定が必要です。そして処理 というのは無害のつまり有害ではない廃棄物に限られています。そしてそういったコンポーネンツを分別分離し、そして粉砕するという作業になります。そしてこういったあの破壊廃棄物の保管につきましては、あの物理あのこの解厳令が終了してから1年後まで保管できるということになっております。で、やはりまあ 今後戦争が終わったらあの今までのの経験にに従っててここ法律を変えていくことになりますますた同じく内閣の決議によって破壊廃棄物の一時的な保管というのは一時的な廃棄物の保管と分別の場所それから処理とそしてリサイクルそして二次的な原材料などの保管場所そして粉砕それから分別のための施設 などなどを立地することになりますそして公衆衛生保護のためのま最短距離というのがこのように示されておりますまたこの内閣の決議によりこういった一時的な保管場所というのは 法的なな要件を満たさけければいけません例えば硬い平たい基盤とかあるいはきちんと車両が通れる入り口を設けるとか周りを囲むそしてきちんとした明かりを設けるといったようなことです。それから消防ほかの特殊車両のアクセスを可能にするこういったことも必要になってきます。 えまた禁止事項もあります。まず廃棄物、破壊廃棄物を指定された一時的な保管場所とか施設外で保管することは禁止されています。また保管中に他の廃棄物と混ぜること、そして破壊廃棄物以外の 廃棄物をそこで保管することも禁止されておりますで、バリランカという市でキエフ地域ですけれどもここで一時的な保管施設というのを日本ウクライナの緊急復興プログラムの間で実は実施いたしましたこれはウクライナ政府とそれからチャイカの共同作業ですで、一時的な保管場所を まず破壊廃棄物のためにえまあ作ったわけですけれどもそこでは日本のベスストプラクティスを活用していますまた同時に必要な機材そして装置例えば粉砕機とかローダーとか掘削機とかブルドーザーなども搬入しましたこののプログラムの下でまた。 これはハルキフとかそういう地域で実施されておりますまだまだまあ破壊廃棄物の管理では残された課題があります一番大きな課題はウクライナにおける戦争の継続です現在主管当局そして地方自治体などは あの一時的な保管場所を作りそしてまずそのゴミを除去しそしてその量の評価そして計画を立てることが必要になりますまた再利用可能な廃棄物についてはリサイクル技術などを採用しなければいけないまた国際的な支援なども募る必要があります。まあ、国のの予算の 国家予算の半分くらいは、今は軍事用途に向けられています。まあ、残念ながら、なかなか廃棄物まで予算が回らないという現実があります。そして、中央行政機関がやらなきゃいけないこと。それは、リサイクルされた廃棄物から建材を生産するためのガイドラインを作るということ。そして、地方自治体からのデータの評価、また。検査 建設でリサイクルされた廃棄物を使うためのインセンチブ制度を作るそして国際援助などを確保しそして資金ニーズそれから資金源などを特定するもちろんビジネスとそれからコミュニティの関与というのも非常に重要になってきます。でこのスライドは私の我々が日本に来る前に作成されたものです。で 我々にとって日本に来たことで次のステップへの理解が広がりましたということで地方自治体と一緒にアクションプラン行動計画を作っています特にあま復旧復興あの省とともに計画を作っています我々の理解もこれによって広がったと考えています ウクライナはその復興プロセスも非常に重要だと考えていましてこのスライドではこの破壊廃棄物をまあどう活用できるか特にサーキュレーエコノミーとの関係で生まれてくる機会オプチュニティについて書いてあります。まままず左上ですがが大量ののの廃棄物がこの破壊行為から生まれましたでその次に 効率の良い廃棄物管理そして物破壊廃棄物の環境への影響を削減するそして解体廃棄物の再利用それによって廃棄物を再利用可能なコンポーネントに資源化するということです。その次に二次的な原材料を製造しそしてそこで建材を作っていくわけです。 次にその復旧復興そして復旧復興による解体廃棄物の生成というのがあってそれをこれでこの円が一巡するわけです。 でこの円をどんどん回していきますでウクライナで実装できる日本の経験ですけれどもまず立法化があります特に災害廃棄物の利用についての立法化の経験を活用できると思いますまた国と地方政府の間での災害廃棄物管理の問題についてのインタラクションへのアプローチそれからローカルの災害廃 災害管理計画などの策定ですそして災害廃棄物管理に関わるスペシャリストなどの育成また大量の災害廃棄物の再利用資源化の技術そしてエレクトロニックシステム製品などをこの災害廃棄物管理のプロセスに統合化していくということです。ウクライナのの代表団の が一緒に来ていますけれども、我々がウクライナに日本からもたらす知識、まあこれが非常に大きな役割を果たすと思います。ウクライナを再建し、そしてよりよい、そして持続可能な未来をウクライナの国民にもたらすものと思っています。ということで、日本の方々に、そして日本の政府、そしてジャイカ。 そして日本のあの省庁のご支援に対して心から感謝を申し上げたいと思います,いますえコストロフ様ありがとうございました続きまして南波様ご登壇をお願いいたします あの福島大学の難波です。えっと、今日はあのまはあ、私たちがやってきたプロジェクトについてご紹介します。で、えーあの、こういうプロジェクトを、えー、2017年の4月から2023年の3月まで実施しました。で私が、えーと なんなんなんです、PI ですね。を務めたプロジェクトです。はい、あのこういうメンバーで、えー、実施したんですけれども、あのー、はい、あの福島大学の教員研究者が中心になってます。あと筑波大学、それとあの福島県立医科大学からもあの参加してもらっ で、えっとあのまあ、私がこれぐらい、えっと、全部で11回、123日間滞在ということで、この辺が滞在日数、何回行ったかというのはこういうところなんですけれども、あのこの期間中、えっとまあ、コロナが始まる前ですね、まであの頻繁にウクライナに行ってまいりました。 でこれがあの相手先の研究機関です。えー、全部で十二の研究機関があります。えっとまあまずこの辺りはあの国の研究えー、政府組織です。これはえっ、ー、とステート・エージェンシー・ブ・ニュークレア・ステート・ニュークリア・レギュラトリインスペクトラ・ インスペクトラトラロールというところですけれどもここに入っている SSTCNRS というのがあの移動式放射能のモニタリングシステム放射線のモニタリングシステムを持っている非常事態にこう稼働するようなシステムを持っているところですそれから NISS はまああの国政府の方針を決定するような研究機関でまあ大統領にあの直接 こう指紋受ける大,大統領からの諮問を直接受けるような研究機関ですそれからサウ o ズム m というのが今日のお話でもだいぶ出てきますけれどもあのチ,ョルチョルノービリの立ち入り禁止区域を管理するあの政府機関で立ち入り禁止区域管理庁と日本語では言っておりますであとそこに入っているエコセンターとあの 自然保護区という名前になってますけれどもあの、こういう2つの機関が研究機関として入ってます。それから、えー、こちらの CGO はあの非常事態庁の所管になってるんですけれども、ちょっとあの、まあ、キーウでのこうエアロゾルの測定、大気を移動通じて移動してくる放射能の測定を行う。 とということを担当した機関ですそれから UHMI はあの河川・故障のモニタリングを実施したりそのデータを解析するということをやっていますで UIAR ここはあのウクライナの大学生命環境科学大学の研究機関で、まあ、農業放射線研究所、まあ、農業関係森林関係の研究をやっているところです RPI はあの、まあ、被ばく染料評価等をやる被爆あの放射線防護の研究をやっている機関になります。あと INPPS と書いてますけどもちょっと ISPNPP Institute of Safety Problem of Nuclear Power Plant ともいうので、ちょっと今日両方出てきちゃうかもしれませんけれども、あの原子力施設から出てくる放射能とあの、まあ、モニタリングとかモデリングをやってます。から IHB、これはイン、えっと、水生生物ですね、魚類や水生植物の,あの研究をやる機関です。それから IMMSP はあの、まあ、コンピューターを使った様ままなシミュレーションをやるんですけれども、このプロジェクトでは、 河川を伝って移動する放射能のモデリングをやってます。それから IGS は、えー、ここは漂流水と書いてますけれどもあの地下水も担当してますあの。そういう研究機関でやってます。あのここがあの科学アカデミーに所属している ということでここにくっています、まあ、こんなにたくさんの研究機関が参加するあのサトレプスのプロ,あのプロジェクトというのはそんなに多くないようですね。はい、じゃあ次いきますで今日私、福島からあの来たんですけれども、皆さんもウクライナの方々も行っておられるということで、東京からそう遠くないという場所です。で、えっと、ここがあの福島第一原発があるところで、 ここ福島大学です、まあ、福島県を拡大しているんですけれども、まあ、第一原発から大体80キロぐらいのところに福島大学があります。そして、えーまあ、原発事故、東日本大震災、津波伴って発生した原発事故の結果、あの発生した放射能による汚染が、まあ、このようなマップになっています。福島県の まあかなり全域ですね汚染されていて特にこう北西方向に高い汚染があるということがあのこの事故で起きていますであのこれ福島大学の,あのキャンパス内の写真です2018年の12月に撮影した写真なんですけれどもあのキャンパスも除染というのをやりまして グランドの氷土とかとか除去してでしばらくあのグランドの下に穴を掘って埋めてたのをこの日に掘り起こして、えー、皆さんあのウクライナの方々行かれた中間貯蔵施設にあの運び出しています、まあ、あの福島大学も原発事故の影響を受けた場所ということです。であの これが私が所長をやっている研究所の建物2つあの写真です。まあ、福島大学のキャンパス、こんな具合で、えー、こういうところにあるんですけれども、あの福島大学はあまり大きな大学ではなくて、あの先生の数が230人ぐらいです。であの研究所は2013年に原発事故を受けて、 あの設立されましたで建物がその後あのできていったわけですけれどもなのでメンバーもあのこれ現在のメンバーですが2013年からあの参加してきたメンバーです。であのまあ1000人と申しまして任期のついていないメンバーが7人と それから人気のついているメンバーが5名、それと福島大学にもともとあった理工学類のからの兼任で9名、実は私もそのうちの1人なんですけれども、がこの研究所の教員、研究者として参加していますで。赤で囲っているのが、ウクライナから来ている、ウクライナ出身の研究者です。 でこのマーク・ゼレツニャック現在はあの客員教授ですけれども、2013年11月にあの最初に着任した外国人です。あのアレクセイ・コノプリョフというロシア人の研究者とともに着任しています。まあもう定年であの福島大学はあの退職せざるを得なかったんですけれども、客員の形で福島大学のプロジェクトにもさまざまあの参加。 しててもらっているまだ日本に在住しているという状況です。で、あのそもそもサトレプスのプロジェクトで、えー、私たちの研究が採択されるようになった背景というのが、まあ、こういうところがあるということをまずご説明しようと思います。あのまあ、年に 福島の原発事故が起きて、その25年前、1986年にあのチョルノービリで事故が起きてます。で、25年のあの年月が経ってるわけですね。で、そのあの25年というのがまずどういう意味があるかというと、まあ福島の25年先、まあタイムマシーンと言ってますけど。 チョルノービリを見ることで福島の二十五年先を見ている可能性があるということがあります。これはあの自然科学的な意味で考えています。あの R N っていうのがラジオニュークライズですけれども、あの放射性物質の化学的な形態が変わる。それからあの環境中まあ生態系の動植物の作用で放射能が移動しますけれども。 それがやっぱり25年の間で、えーまあ、福島より25年先、どうなっていくのかっていうのを、まあ、見ていることになるかもしれないということです。それからもう一つの25年の意味っていうのは、チョルノービリの事故が起きた後の25年間で、さまざまな技術が進歩しています。あのコンピュータの技術も進歩してますしそれから科学分析のあの技術ですね、まああの 放射能を測る技術もそうですし、あのマススペクトロメトリーというあの質量分析を行うような分析装置があのとても発達、発展しています。それとあのドローンとか、まあ、UAV ですねあの、アンマンドエアリアル・ビークルがさまざま技術が発達しています。 でチョルノービリではまだ適用されていない技術みたいなあのことがたくさんありましたのでそういう観点での技術支援があの私たちの方から可能だったということがありますそれからわれわれの関心としてはあのチョルノービリと福島ではずいぶん違いがある自然環境に違いがあるということです温度や降水量地形も違いますそれから えーまあ、それによってさまざまな違いが出てくるわけですね、あの河川を流れる水の,あの化学成分も違いますし、それから浸食の置き方も違います、まあ、それによって放射能の動きや放射能の存在形態も変わってくるということがあ,のあります。それとあのもう一つ大きな違いが。 ある、まあ、これ一番最初に言ってもいいような大きな違いがあるのは福島の事故とチョルノービリの事故で放出された放射性各種というのが全然,ち全然違うという、まあ、福島の事故で出たのは、まあ、長寿命の中ではあの、えっと、放射性セシウムですけれどもチョルノービリではプルトニウムとかあのストロンチ放射性のストロンチウムとかこういうものが放出されているという大きな違いがあって。 えーまあ、私たちとしてもあの科学的な関心として、またこういう経験も積めるということで、あのあのいろんな対象がチョルノビリにはあったということです。それと、一番最後になりましたけれどもあのあの、ウクライナ政府の方針と日本の方針とだいぶ違うということですね、事故が起きた場所の管理っていう観点でだいぶ違うということがあります。 まあそれについては、ちょっと次のスライドで、これ、私が最初にチョルノービリに行った2015年の1月で、こっちちょっと説明間違えてるんですけど、こっちは2019年の10月です。立ち入り禁止区域に入るゲート、デッキャツキーというところのゲートなんですけれども、これ、冬だからということはあるかもしれませんけど、殺伐とした場所です。それがあのこの頃には こうお土産売り場なんかもできてあの観光バスなんかも列を作ってあの来るようになってます、えーまあ、チョルノービリはあの人を入れないということで、まあ、安全を確保する場所だったわけですけれどもちょっとその方針が変わってきている、まあ、日本の場合は除染をしたりさまざまなインフラも加えたり産業も新たに起こして 元いた人を戻す、まあさらにはもっと人。に移住してきてもらうという方針なんですけれども。ちょっとそのあたりは違いがあるんですが、まあ日本の方針を見て。あの。チョルノービリも影響を受けている面も。あの,あ,のあると思われます。あ、これ、あれですね、お土産売り場の。あの。こんな。なんかアイスクリームなんかも売ってたりする。チョルノービリグッズなんかもさまざま売られていた場所です。 であのプロジェクトがそういう背景であの始まったわけですけどもサトレプスは、えー、私がそのサトレプスストアというのを説明するのもあれなんですけども簡単に言うと JICA と JST で運営しているプログラムですで JICA は、まあ、あの政府開発援助の立場で、えー、まあ 相手国を支援するということなんですけれども、JST 側はあの、科学的な研究を、まあ、2か国共同でやるという立場です。で、まとめると、まあ、科学的な研究をしながら、相手国の、まあ、研究とか政策とか、えー、を、まあ、支援すると、そういうプログラムになってます。で プロジェクトの中は大きく4つの班に分けていて1つ目がクーリングポンドです。これは原発から出てくる冷却水温まった冷却水を屋外の池で冷やしていた長さ10キロ幅2キロの池なんですけれどもその池についての課題です。それから2番目第2班というのが 立ち入り禁止区域のゾーニングについてです。どこで何をやるか、どういう、まあ。あの、どこに何を立地したらいいかという。あの、そういうことを決めていこうというゾーニングです。それから。三つ目が、あの大気を通じた長距離の放射能の輸送です。立ち入り禁止区域から。まあ、キーウまで百キロぐらいありますけれども。大気を通じて放射能が移動する。 まあ可能性があるしし実際移動してますまあそれについての研究ですでそれらをまとめるのが4番目でまとめてウクライナ政府に提言しようというまあこういうプロ,あのプロジェクトの作りになってます。これがの1番目のクーリングポンドなんですけれどもまあここにまあ事故を起こした原子炉もこのところにあって出てきた冷却水がこう,こう流れていって冷えていってまた使う。 で蒸発とか地下への浸透で減った水は、横のプリピアチ川からポンプアップして補うということを続けていたんです。原子炉の運転が停止した2000年以降も続けていて、えー、ただ2014年にそのポンプが壊れて、でウクライナ政府は廃炉の一環で直さないということに決めて、そうすると、水位がどんどん下がっていって、新しい陸地ができているわけですね。 で事故で降った放射能もあのこの池の底に沈んでいて寝た子が起きるようなまた別の移動が始まるようなそういう懸念があるので、まあ、IAEA、e、からもあのモニタリングをしっかりしなさいとウクライナ政府は言われていたわけですでそういうところに、まあ、私たちは新たにあの井戸を掘って観測性、まあ、地下水の流動も変わりますので それをモニタリング、強化をしましたし、それからまあそれに伴う地下水流動のシミュレーションと、あとあの実際、クーリングポンドの,あの水質も特にストロン放射性ストロンチウムの濃度があの上昇してきてます、水位の低下に伴って、その原因をどう説明できるかっていうのを、まさに今、議論も進んでいるところです。 可能性があるのは、まあ、地下水流動方向から考えると、あの事故を起こした原子炉からこういうところですね、流れてきている可能性があるんじゃないかというような結果が出ています。まあ、これはあの地下水水門学者、ウクライナ側、日本側の共同でやっているわけです。それから、クーリングポンドに魚もたくさん生息しています。 えー、まあこれの耳石あの耳の中に入っている骨なんですけどそれを見てやると年輪がありますので年齢査定ができるで2メートルぐらいあると何歳ぐらいだと思いますか私たちもびっくりしたんですけど40歳ぐらいなんですもうそんな魚を殺してしまったっていうのはちょっとかわいそうで仕方がないぐらいなんですけれどもあの、まあ、大事な資料として あのチョルノービリの研究所にいろんな臓器も保管してましたで40年生きてるっていうことはチョルノービリの事故発生以前から生きてたナマズということで体のいろんな場所、まあ、こういう耳石もそうですけれども調べてやることで池の環境の変化も記録として残ってるんじゃないかっていうそういうこともあの想定しています、はい、あの研究のところはもう本当駆け橋でい,いきます いろんな研究、まあ、これも今のもあのススウクライナの魚類水生植物研究している機関と日本の魚類の研究者と共同でやってます。それからこれがあのネズ新しくできた陸に住み始めたネズミ類ですね。の,あの調査です。で隣の森林と新しくできた陸で低木が生えているところと、まあ、草地になっているところで毎年 あのネズミを取ってやってどういう種類の種組性になっているのかっていうのをこれ示している表ですあ、まあ、図ですで新しくできたところなんかこう多様性が一旦上がったけどちょっと下がってるかなというような結果になってますまあこれはあの、えー、取ったネズミをさらにあの放射能を調べたりあの放射線影響を見たりっていうのを日本の,あの動物学 やっている研究者とウクライナの同様の研究者とまた別別の研究者で共同でやってます。これ二番目のあのゾーニングの話です。でゾーニングのまあ目的というのはこれウクライナ政府の方針あのまあ観光のところをちょっと言いましたけれどもあの新しい産業をチョルノービリの立ち入り禁止区域の中で起こそうということを考えていてソーラーパネルを設置するとか。 それから。えっとまあ風力発電もですね。それから、放射性、廃棄物まあウクライナの国中にある原子力発電所の放射性、廃棄物もここで管理しようというちょっと福島県民としてはええっと思うような企画ですけれども、あのまあこういう考えを持っています。それから、これは観光のところですね。まあ、でもこういう活動観光も含めたをまあ作業者を行うのに。 線量の管理をしっかりしていかなきゃいけないし、長期的な予測に基づいたゾーニングが必要ということで、私たちの研究、ウクライナ側との共同で行う研究にとてもこの辺の新しいチュルノービリ立ち入り禁止区域の使い方というところで貢献するところがあります。これは例えばの研究ですけれども、 あのこれ森林火災が起きた後のあのこういう土地の区画を区切ってそこの,あの土土砂が降雨の後の水でどれぐらいこう移動するかというのをあの観測するプロットです。でこれであの、まあ、森林火災後の土壌ではあの放射能もう土砂もたくさん移動するというような結果が 得られていますそれからこれはドローンを使って森林のバイオマスを推定するという研究です。これも従来の方法とドローンを使った方法とでよく関係が見られるということで有効な方法だということが分かっています。バイオマスの推定をやることで放射能がどれぐらい あの樹木のどの部位にあるかっていう推定にもつながって、森林火災でどれぐらい大気に舞い上がるかっていうところにもつながるということで、これはあの森林研究者同士でもちろんこうやってるわけですけれども、のその研究者間でもあの重要な情報提供ができる基礎的な研究だと思います。これはあの立ち入り禁止区域の中で試験作付けをやった結果です。 これはあのじゃがいもでやりましたけれどもほかにもそばでもやってますであと日本との違いというのも見てます、まあ、カリウムの濃度がチョルノービリ低くてあの、えー、栽培作物の方に放射能がこうセシウム三3 7ですけど生きやすいというような結果もあの得られてます。はい、それれからこれはあの大気を伝わ 大気を伝って移動する放射能の,あの部分ですけれども、まあ、気象学者がここのところはあの関与してやってます、えー、クーリングポンドあの新しい干上がったところからまた舞い上がるということもあるしもちろんあの事故を起こした原子炉からあの新たに出てくるということもあるしそこからそもそも周り森林ですので森林火災で出てくるあの。 大気の成分にも放射能が含まれる可能性があるということで、こんな風にあの観測装置を設置しました。あのこの檻になんかに入れているのは？あの、なぜかというとあの熊が襲うとかではなくて結構盗まれるんだそうです。で、フィジカルプロテクションを必ずやらなくてはいけないということでやってます。 我々の研究をやっている期間にもあの森林火災がほぼ毎年のように起きていますでこれはあのコロナで行けなくなってた時の2020年の4月に起きた森林火災ですあのもう結構この時は大規模であのここがクーリングポンドでこの辺が原子炉があるところでこの西側に汚染が広がっているんですけれどもあのかなりの,あの汚染物質が舞い上がった可能性がある火災です でこの観測もあの現地での観測も機能してましたしそれからキーウにも観測装置を設置していてこう気象学的に予測したあのこ、まあ、キーウ側への,あのこう飛散ですね、えー、についても、まあ、あのかなり精度高く予測できているというあのそういう結果が得られています。はい それからあのこれは第4版で取りまとめの版なんですけれども、まあ、その版があのこういうこともやってます、えー。ウクライナからの研究者とか政府関係者を日本に招いて、えー、福島の状況を見てもらうということをやってます。特に2018年には、あの環境大臣ほか、あのこれは、えー、立ち入り禁止区域長の長官にも来ていただいて、 えまあ福島事務所ですけれども、環境省とか復興庁の事務所に行って、議論していただきましたし、他にもあの産総県の再生可能エネルギーを研究する施設、これもあの原発事故後に郡山にできてるんですけれども、東電以外にもこういうところにも行っています、それから自治体の復興状況とか、自治体職員が取り組んでいる 課題、まあ、避難自治体ですね、あのもう含めて、えー、飯舘村にも行っていただいています。あと、あの直近ではというか、これが一番最後の招へになっ,たんでなっているんですけれども、今のところ、2019年の10月に、立ち入り禁止区域長の,あの副長官に来ていただいて、この時には浪江、双葉、大熊自治体を訪問して、あこれ、写真があります。 えっと復興の,あの政策とか、のその状況を伺うような会、あとまあ県内の,あの研究機関、国立環境研究所とか原子力機構、県の環境創造センターを訪問するというのをわれわれが企画して行いました。あとあのこういうい研究もやって りましたこれはあの片岡ほかになってますけどこれはあの我々のコーディネーターとして、えー、これ JICA 事務所がウクライナにできる前に私たちの研究始まってるので私たちがコーディネーターを独自に雇用してウクライナに常駐してもらった片岡さんがこうチョルノービリ関係の法律を整理して、えーとまあ、そういう論文を書きました。で えとまあ、こういう流れの中で、ちょうど私たちのプロジェクトも2016年仮採択で、こう2017年に採択になって実施しているということで、この立ち入り禁止区域の規制緩和と放射線管理法、まあ、こういうところに大きくこう関与しているわけですでまあこの中の文章の中に私たちの,あの研究プロジェクトにも触れてもらっています。 それからもう一つの要素として私たちのプロジェクトでうまくいったと言っていい要素としてあの他の国第三国ですねこれイギリスのチームですけれどもチョルノービリにとっても関心を持っていてこのアイクリアというプロジェクトでこの時取り組んでいたのがナロディッチというチョルノービリの西の方なんですけれども あの2 1991年のウクライナ独立後に、えっと、その地域年間5ミリシーベルトを超え,超えるよということで移住になった、まあ、チョルノビルに立ち入り禁止区域の外なんだけど移住措置が取られた場所でここの住民たちがまあ福島の,あの避難指示解除の状況なんかを見て影響を受けていると思われるんですけれども自分たちも戻れるんじゃないか戻れる可能性がないのかということで。 話が始まって政府との相談が始まっていて、まあそれをこうあの仲介しているようなイギリス人たちのところにも私たちも行って、あのこれこれあの福島の避難指示解除とか避難指示についてあのご紹介するというのもあのやっています。はい。でこういうあの活動が、あの JST ニュース二千二十二年二月号にあの紹介して。 いたただきました2022年の1月に出たんですけれども、はい、でまさにこの直後にロシア軍の侵攻が起きたわけなんです。でこれは4月になってからウクライナ政府が立ち入り禁止区域に入ってどうその状況を見た時の写真を送ってもらった部分ですけれどもあのコンピューター軒並み破壊されていて。 えー、メモリーとハードディスクが抜き取られてるっていうんですねでおそらくそれは兵隊たちが自分たちのお,こなお,お小遣い稼ぎで売るために持ってったんだろうというふうにあの考えられてますで、まあ、そのせいもあってこれあの私たち日本でからも見えるんですけど立ち入り禁止区域の中に丸いとこモニタリングポストでリアルタイムで あのその時のその場所の線量を見ることができます。これ、2022年3月3日にはこのエコセンターがある場所、1箇所を除いて全部見えなくなってました。まあ、停電もあったっていうことがあるし、コンピューターも破壊されたっていうこともあってだと思うんですけど、こういう状態では立ち入り禁止区域であの何かあってもあの検出することが難しいという状況になります。 で他の写真ではさっきあのお示しした売店がもうこんな姿になってたり私たちもよく立ち寄ったあの、えー、っとこれ立ち入り禁止劇のもちろん外にあるレストランですけどこんな具合になっているという状態になって私たちも何かできることはないかということでいろんなことを考えました。まあ、サトトレプスのあの我々のチョルノビリプロジェクトの中では あのまず必要になったであろうロシア軍侵攻に伴って必要になったであろうコンピューターをあの研究継続モニタリング観測継続のために供与しようということとそれから、モニタリングシステムもすぐに復旧するかどうかわからないのでまあ携帯型の,モニタの線量計等を供与しようということで。 まあロシア軍侵攻を受けて、えー、2000万円ぐらいの供与をまあジャイカにも認めていただいてあの実施しました。これ供与式の状況ですね。あの日本ウクライナ双方の大使に参オンラインで参加していただいて供与式を行いました。もちろんジャイカからもあのお話をいただきました。はい。それからこれ私があの撮影したウクライナでの写真をまああの 写真展をやりましてあの一か所で最初やったら次々と話が来てほか何回かやったんですけれども、まあ、寄付募金を集めて駐日ウクライナ大使館へあの集めたお金を寄付してきていますそれからこれ私たちの,そのチョルノービリプロジェクトサトレプソのプロジェクトの最後のミーティング ウクライナと日本人集まる最後のミーティングになったんですけどワルシャワで行いましたワワルシャで行ったのはもう我々のプロジェクトだけではなくてあの他の国々からも、まあ、環境放射能に関係する研究者集まってもらってウクライナ側からあの環境放射能のか安全性の観点で現在のウクライナが抱える、まあ、ロシア軍侵攻一部占領状態のウクライナが抱える問題 というのを共有していただきました。しから各国からの参加者も我々も含めてですけど、あのまあウクライナにの支援につながるような活動、こんなことがあるんじゃないか？っていう提案とか、こんな技術があるよ。というその情報共有というのを行ってます。ま、これはあのその時すでに始まっていたというか、あのザポリージャ原発があの占領された。 されるかどうかっていう頃からだと思うんですけど、3月の2022年3月7日から始めてます。まあ、私たちがさまざまな関係の省庁にもお願いして、えー、原子力機構が持っているあの WPD という予測システムとドイツのあのカールスルエ工科大学が持っているロドスっていうシステムで、毎日万一万一あの,あのザポリージャ原発で事故が起きたらどういう 方角にその時の気象条件で放射性物質が飛んでいくかっていうシミュレーションを毎日やってます、今日もやってます。で、これをウクライナ政府に提供して、万一に備えているということを始めてます。それから、あ,あの c a 全体でやってるのに比べると小さな話かもしれませんけれども、ウクライナ人の研究者を、これはあのチョルノ、えっと、我々のサトレプスのプロジェクトの範囲で 研修生として受け入れてであの新しいあの、まあ、染色体をの異常を検出するような染色方法なんですけどもを学んでもらいましたそれから現在も一人あのウクライナ生命環境科学大学の大学院博士課程の学生が、まあ、チョルノービリ立ち入り禁止区域を対象に研究してたのがもうできなくなったので変わってまあ福島で あの博士論文の研究をやるということでえ今滞在中です他にもあの日本で大学院に入りたいというウクライナ人から連絡が来ていてまあ奨学金が取れればということがあるのでまあ私たちそういう情報提供を進めているというところですはいで大体これでちょっと時間過ぎて <laughs> あのあの終わりですけれどもまあ私たちのプロジェクト今日何度か言いましたけれども あの日本が私のその PI としての役割というのが研究コーディネート的なところを手してやったところがあのまあ良かったのかなとは思ってます。このおかげで現在もそのそれぞれの専門分野のウクライナ側日本側の研究者間での交流というのがもう続いています。まああとはあの。 もちろん、さっきもちょっと触れましたけれども、現地コーディネーターの力も大きかったです、ウクライナの中での日本人コミュニティの中でも、ちょっと片岡さん、注目されていた存在で、こちらからあの何か大型分析装置を供与するときなんかも、あちらの、の 企業に滞在している商社の方なんかから情報をもらったりして、あの対応することができました。ということで、あの、あの私の話はおしまいにしたいと思います。本当に、あの、ジャイカの方々には、このプロジェクト中、様々お世話になりましたし、まあ、今後もお世話になりたいと思っています。よろしくお願いします。はい。以上で終わります。 ナンバー様ありがとうございましたそれでは少し時間は押しているのですが質疑応答に移らせていただきたいと思います4名のご登壇者それぞれにご質問をいただいておりますご発表いただいた順に質問を読み上げさせていただきますのでお一人ずつご登壇の上ご回答いただけますと幸いですまず最初の小早川様へのご質問なのですが ご発表いただきありがとうございました、えー。プライベートセクターディベロップメントのエコシステムなどを図でお示しいただきましたが、ウクライナ支援において日本の民間企業に期待することはありますでしょうかという質問が来ております。小林川様、演題にお進みいただいて答えていただけますでしょうか。 はいえとどうも、ご質問、ありがとうございましたあのそうですね、やはりそのウクライナの政府の皆様とお話ししていると、やはりこう日本からの,その経済的な支援といいますか、o d m も含めてですけれども、民間投資をぜひ欲しいというお話がよく出てまいりますで、やはりそのえ生産 の現地移転というところですねちょっとこれは一足飛びにはハードルが高いのかもしれないですけれどもあのやはりこういろんなその電気関係ですとか あの製造技術、製造業を誘致していきたいというまあ期待がすごく高いと思います。これはまああのあのやはりそのウクライナの雇用を生んでいくということもありますし、経済を活性化させていく上でで、さまざま新しい近代的なその技術を取り入れて、生産能力を高めていきたいという、そういうあのご希望もあるんだと思いますけれども、そこに向けて、これはまあステップバイステップで、まず最初にその日本の企業の皆様にウクライナの マーケットというのを知っていただいて、その次の段階として、おそらくそのウクライナのパートナーのなるような企業の皆さん、ですねそういう方々とこうマッチングしていただいて、パートナーがある中で、なかなか国に入れる状況にはならないですけれども、将来的なところを見据えて、ですね活動をステップバイステップで進めていっていただけると、私どもとしてはありがたいなというふうに考えております以上です。 ご回答いただきありがとうございましたはい、ありがとうございます続いて木村様へのご質問になります、えー、ウクライナの支援で被災したいあ、えー、失礼いたしましたウクライナの支援で被災したインフラ復興支援であの日本の災害廃棄物処理の経験が活用されていることがよく分かりましたまたリサイクルなどの取り組みがあることも知りました こうした取り組みをきっかけにウクライナでの廃棄物処理やリサイクル産業の育成につなげていくことは可能でしょうかお考えをお聞かせいただけますと幸いです。木村様よろししくお願い,いたします ご質問ありがとうございます。あの非常に大きなテーマでご質問をいただいたと思っています。あのまさに今、ウクライナは戦争の始まる前のリサイクル率は6%程度と非常に低くて、これからのリサイクルをしっかりと進めていく状況です。 ただ、がれき処理を進める中でこうした日本で進めてますリサイクルの制度ですとか取り組みについてもご紹介していますのでこの中でウクライナで何が取り組めるか今後、将来に向けてどういうステップであのリサイクル循環型社会に向けて進めていくかについてもあの先方と協議を進めながら検討していきたいと思っています、はい。ですありがとうございます。 続いてコストロフ様への質問になります日本から得られた知見を今後ウクライナで長期的に活用していくために今後どのような取り組みが必要でしょうか日本の政府や民間企業に期待することはありますでしょうかお答えをお願いいたしますありがとうございますもうすでに 日本の政府からはご支援を頂い,いておりますが我々はこの協力関係をさらに発展させていただきたい,いきたいと考えています。ただそのためにはやはりウクライナの法律を変えてそして短期そして長期的な計画を立てそしてその計画に従って行動を起こすことが必要です。 で、その際、まあ、ウクライナの自治体とも協力し。また、実業界とも協力し、そして、研究科学機関などとの協力も進めていかなければなりません。これで、お答えになりましたでしょうか。<Okay. S 3> ありがとうございます。います <laughs> はい、ありがとうございました。最後にナンバーサム。 ザンバ様へのご質問です日本とウクライナのアカデミアの交流協力は大変意義深いものであると思いましたまた日本側ウクライナ側の事情に詳しい研究者やコーディネーターが活躍していることまた留学生の受け入れも含むサポート体制が充実していることが分かりましたこうした人材が将来ウクライナの国づくりに果たす役割はどのようなものだとお考えでしょうか また期待することがありましたら、併せてお知らせいただけますと、幸いです、はいまあ、あの環境放射能という分野についてで申しますと、まれわが関係して、まだそんなにたくさんウクライナ人の若手研究者が育っているとは思ってはいないんですけれども、この研究者の役割というのは、日本も福島原発事故を経験し、 ウクライナもチョルノビリ原発事故を経験しこの研究で培ってきたさまざまなこう事故に備えるとか事故後の対策という経験というのがの他の国でも場所でも必要とされている。から今のウクライナと日本の協力でできることっていうのは こうう第三国へのこういう原発事故に備えるまあ原子力災害に備えるそういうあの人材として若手の方々もあの活躍できるんじゃないかと思ってますしもう少し言うと今日のテーマにちょっと近づけていいますと放射能の環境中での動きっていうのが最終的に食べ物で人に入ってくると 健康に問題があるということが起きますけれども本当に微量でもあの人の健康に影響ないレベルでも分析は可能ですでそこから得られることっていうのは環環境中ででのの物質循環の基礎知識なんですねでその知識をもとに、まあ、サステイナブルな例えば食料の生産とか肥料や何かあまり使わないでもできる生産というのもあるかもしれませんし それからあの例えばそのトリチウムを使って天然のトリチウムが地下水に入っていくともう供給されないのでトリチウムがどれぐらい減水しているかっていうので地下水の年齢を調べることがでできるんですでこれはあの地下水の不存量がどれぐらいあるかっていう知見にもつながっていって、まあ、安全な水の供給がどれぐらいこう可能かというそこにもつながっていく。 まあこういう環境放射能の研究にはあの原発事故や原子力災害に備えるという以外の,あの活躍できる分野があると思ってます、まあ、そういう分野で活躍してほしいと思います、はい、ナンさんもご回答いただきありがとうございました。 それではえっと時間が押している関係であのお一人一人一つずつの質問となりましたがご登壇者の皆様は質問にお答えいただきご発表いただきありがとうございましたこのセッションは今思ってあの終了といたします皆様ありがとうございました。